はい、こんにちは、レガリアです。今回はですね、久々にダイソーに行ってきました。100円ショップ、今はね100円ショップじゃないんですかね。はい、ちょっとね高いものも最近売っているダイソーなんですけど、昔はねほんと100円ショップっていうことで有名でしたけど、今ね1000円とかねありますよね。はい、まあそんな中でねたまたま買い物に行くことがありましたので、見てきてね、最近ずっとこう購入はしてなかったんですけど、今回ですねちょっと買おうかなっていうものがあったので購入してきました。ちなみにですね、このバッグもダイソーです。100円です。110円ですか、税込み。まあめんどくさいんでね100円って言いますけど、はい、これに入れてあります。まあこの入れ物をですねたまたま購入してね、中にねこう全部詰め込んできちゃったんですけど、その場でね、まあ、これはねこのビデオカメラ入れようかなと思ってこいつをね購入しました。あと買ったものがですねこの中に入りそうだったんでね、もうその場でですねついてる札みたいなやつをブチって取ってぶっ込んできたんですけど、今回ですね7点ほど購入してきました。あれ、レシートどっかあったな。はい、あった。ちょっといろいろ隠してますけど、合計770円分購入してきました。この中でですね一つだけ220円の商品がありましたので6点購入という形になります。ということで早速ですね行きたいと思います。まずねこれね今回初めて見つけたんですけど、これいいなと思ったんですよ。じゃん、2個買っちゃいました。スマホホルダー、スマホスタンドですか、折りたたみ式スマホスタンドということでね、これを購入しちゃいました。以前ですね、はい、これをね購入したんですよ。こんな感じでね充電さしながらこうスタンドにできるという、下ついちゃってるとね充電できないじゃないですか。だからねちょっとねこう浮いた感じでこれをねいいなと思って使ってたんですけど、値段がね1500円ぐらいしたのかな、 Amazon なんですけど、ちょっとね高いんですよ。まあ結構ね作りはいいのでしっかりしてるんですけど、それがねちょっと高いなと思ったんで、ダイソーに行った時にこれがね100円で売ってたんですよ。まあねもう見てわかる通りこうペニョンペニョンなのでね柔らかくて頼りないんですけど、100円ならいいかと思ってね買ってきたんですけど、やっぱりねペニョンペニョンですよ。そしたらね今回これですよ。先ほどのねこれとねもうデザインはねほぼ同じような感じなんですけど、開けてみてくればよかったな。これカラー黒だ。ちょっとね今ここがね白だからで、ね、白かと思っちゃったんですけど黒です。いや、はいはいはい、こういう感じか。ちょっとねこれもね100円だったんでゆるい感じでね、あーはいはいはい、こういうねバキバキねいう感じですよ。これならね意外としっかり固定できるかなっていう感じですね。はい、まあ、こんな感じなんですけど、ちょっとね一回り二回りでかいかなっていう感じはするんですけど、タブレットもね使えるのかなって感じですね。ひょっとしたらここネジ穴かな、壁かなんかに固定しないよな。はい、まあいいや、とりあえずこんな感じのスタンドをですね2点購入してきました。両方ね黒です。はい、そしてお次がこれです。はい、こちらはですねこうスマホなんかでタイプ C のコネクタがあるんですけど、ここに挿してですねイヤホンに変換すると 3.5 ミリのステレオミニプラグに変換するというものでございます。まあこちらですねなんとなく購入しました。はい、まあ、100円だったんでね、なんかに使えるかなと思ってね、購入しました。はい、そして3種類目、4点目ですけど、こちらでございます。USB 超高ライトということでね、こういう感じですね。ノートパソコンなんかにこうぶっ刺してですね、まあ、手元を明るくできるということで、ちょっとね、会社で使ってるパソコンの場所はね、えらく暗いのでね、これをね、会社で使ってみようかなと思ってます。で、ここにですね、つまみがあるんですけど、こうね、ボリューム。これでですね、明るさをコントロールできるというものでございます。まあ多分 MAX で使うんですけど、そういった商品ですね。後でねこれどれぐらい明るいかっていうのをねやってみようかな。まあ多分この動画のね後に突っ込んじゃうと思うんですけど、はい、ではねこちらどれぐらい明るいのかっていうのをね確認してみたいと思います。はい、ではこの USB の超高ライトですけど、どんな感じでね明るいのか明るくないのか確認していきたいと思います。まあね100円なんてねそんな気にしてないですけどね。ここに、はい、モバイルバッテリーがあります。これがどれぐらい明るいのかな。ではねオンします。ん、はい、あ、
暗い。はい、ちょっとねカメラの方に向けてもそんなね眩しいっていう感じしないですよね。うわー、なんとなく明るいっていうだけだな。ちょっとこれはですねお店の方で確認はできなかったんでね、まあ、100円ならねしょうがないからって感じですけどね。はい、そんなに明るくないです。はい、ちょっとね暗くしてみましたけどこんな感じです。まあ、ないよりマシって感じかなってとこですね。まあ一応ですね後ろに影もできるんでね、眩しくはないです。はい、はい、でこのケースなんですけどこれが最初っちゃ最初ですよね。こんな感じでタブレットを入れるんだ。まあ、ちょっとねこのビデオカメラを入れるのになんかね袋ないかなみたいに思ったんですけど、これはなんとなくこうクッション性があって見た目もねいいかなと思ってねこれを買ってきました。まあ余裕があるんでねそんなにこのカメラが傷つかないようなものを一緒に突っ込んでおけるかなと思いまして、ちょっと大きめでございます。はい、そしてこれがラストかな。はい、これがですね220円税込みの商品でございます。ちょっとね無理やり突っ込んで回っちゃってますけどね、こんな感じでございます。はい、これですね、アマゾンで前からね、見たことあるんですけど、こう、首からかけて撮影できるというものなんですけど、これがですね、スマホのアタッチメントがついてまして、スマホをですね、首からかけて撮れるということなんですけど、はい、このようにですね、首にかけていただいて、ここはですね、よいしょ、こういう感じ。で、向きを変える。こういう感じになってまして、ここがねバネになってると思います。はい、ここでねスマホを押さえるんですけど、まあ、ここですよ、ここ。これね GoPro 対応してるんじゃないかなと思ってね、 GoPro つけられるといいなと思って購入してました。ちょっとね GoPro もつけれるかどうかっていうのを確認したいと思いますんでね。あ、ちょうどここにあるな。まあ、こんな感じになってね、手元の動画をね撮りながら商品説明なんかもできるかなと思います。多分ね使わないと思うんですけど、ちょっとね全然違うことに使おうかなと思ってるんですが、まあいいや、とりあえずね GoPro 取り付けてみましょう。ちょうどねここにあった。はい、こちらがね GoPro でございます。こちらもね取り付けられるよね。はい、ということでね GoPro もね取り付けできました。まあなんかねこう自分のね正面こう、あ、車なんかねいじるときいいかもしれないですね。車いじるときなんかねこうつけていただいてこういじるとね、こう車だとねちょっとね三脚置けないんでね、どっかにこう固定するとかねそんな感じになっちゃうんですけど、これだったらね手元そのままね取れるかなと思ってね、これ220円いいかなということで購入しました。はい、スマホもですねぶら下げられるということなんで、どっちかねスマホかその場に合わせてね選んで使っていければと思います。まあ、そんな感じでですねこの6種類を購入してきました。まあ、このスマホスタンドがねいいなと思ってね購入しちゃいました。これもうちょっとね緩い感じでねこう勝手に降りてきちゃうのかと思ったんですけど、はい、まあ、ちょっとね今回気になってるのはこのねスマホスタンドですよ。こいつがですね、まあね意外としっかりしてるのかな、ちょっとねプルプルしますけどね。ちなみにですねこっちはねアルミなんでかなりねしっかりしてますよ。プルプルはしないんですよね。さすがにね値段が高いだけありますよ。1500円したかしないかぐらいだと思うんですけどね。まあもしよかったらね Amazon のリンクを貼っておきますので、はい、購入していただけると嬉しいです。はい、はい、ということで今回ですねこの6種類ダイソーで購入してきました。トータル770円ということでね、ちょっとしたお小遣いでねこの買い物ができるダイソー素晴らしいですよね。ちょっとね実際使ってみてこのライトとかね結構暗いなって思うんでね、まあその時はねしょうがないのと諦めてください。はい、まあ中にはですねこれ100円でね十分使えるんじゃないのっていうものもありますんでね、まあちょっとねこれもね使ってみてねどうかなってとこですよね。はい、まあ本当にあとはね何回か使ってみてっていうのがあるんですけど、こちらは使っていきたいと思います。また他にもですねなんか良さそうな商品ありましたらご紹介したいと思いますんでね、また見ていただけたらと思います。まあよかったらねチャンネル登録してください。はい、ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。